チチェスターは、イギリスのイングランド南東部、ウェストサセックス州西端に位置する都市である。発音は、最初の、地に、アクセントが置かれた、チチスターに近い。古代ローマ期に遡る歴史があり、続くアングロサクソン期にも重要な都市であった。英国教会の主教座が置かれており、大聖堂は12世紀に遡る歴史がある。現在のチチェスターは、 地方行政の拠点であり、三つの異なるレベルの行政機構が集まっている。また、交通の要衝であり、チチェスターフェスティバル劇場や、二つの美術館もあって、この地方の文化面の中心地でもある。近傍には、チチェスターハーバーや、サウスダウンズがあり、海や丘陵での屋外活動の機会が豊富にある。この地域は、ローマ帝国によるブリテン島侵入の共闘補で、 あったと考えられている。現在の市街地中心部は、ローマ期の宮殿に近く、この地域の中心都市であった農芽マグスレギノルムの上に築かれている。西暦80年頃には、城壁があったと推定される位置に近い東門の場外に、円形劇場が建設された。アングロサクソン年代記によれば、5世紀末に、南、 サクソンの OL が同地を攻略し、その息子、チサにちなんで、チチェスターと解消したという。七王国時代には、サセックス王国の主要都市であった。フィッシュバーン宮殿からロンドンに至るローマ街道の石の道ステインストリートは、市街地中心部を通っており、市街地は、ローマ期以来の十字状の街路を持っており、中世紀の市場、マーケットクロスマーケットクロスから、 東西南北に放射状の商店街が伸びている。かつての城壁も比較的よく残されており、その上を歩くことができる。1075年にそれまで7世紀以来セルシーに置かれていた主教座がチチェスターに移ることになった。12世紀初めに一旦完成した大聖堂は火災で被害を受け、12世紀末に改装されて現在の姿の原型ができた。 以降、チチェスターは大聖堂を要する格式の高い都市として、求心力を持つようになった。チチェスターは、イングランドの地方行政システムにおいては、パリッシュレベルの行政教区とされているが、例外的に、シティステータスを有している。チチェスターと同様に、パリッシュでありながら、シティとされているのは、イーリン、ヘリフォード、ディポン、トルロ、ウェルズで、いずれも大聖堂のある、 小都市である。チチェスターには、市の行政機構に加え、広域のディストリクト、ウエスト、サセックス州の役所も置かれている。現在、チチェスター選挙区から選出されている、庶民議員は、ギリアンキーガンである。チチェスターは、選挙区としても特殊な歴史を持っている。チチェスターの住民は、19世紀の選挙制度改革によって選挙権が拡大される、以前から、 300年にわたって国会議員を選出する選挙に参加していた。1660年に王政復興を行う仮議会の選挙が行われた際、市長が投票権を自由人に限定した選挙を行ったところ、庶民はこれまで21回の議会について議会への代表を選ぶにあたって市民のみならず平民の声を入れてきたことを踏まえると委員会としては この選挙区の平民には、自由市民と同様に選挙権があるものと認められる、との見解であるとして、選挙結果を覆し、チチェスターの平民が広く参加した、再選挙で選ばれた候補に差し替えをした上で、古来の権利を、意図的に否定したことを理由に、市長を2週間と動くした。チチェスターの市街地は、サウスダウンズ丘陵,陵から流下するラバント川の過酷の南方に位置し、 ラバント川に面している。ラバント川はしばしば下記に干上がることがある枯れ川である。市街地内にも水路が導かれており、その一部は地下水路になっている。古代から交易路が集まる場所であり、集落を形成するには理想的な立地条件に恵まれていた。最も古い部分は城壁内部ということになるが、他の多くの例と同様に市街地の成長は 城壁外にまで及んでいる。2005年3月8日に、ディストリクトの執行部は、都市計画指導要領への保意として、チチェスター保存地域の特色評価を採択した。その対象は、ローマ期の町全域に、東西南北の4方向にあるノースゲート、ウェストゲート、サウスゲート、イーストゲートの区域を加えた範囲に及び、 南東に伸びるカレドニア海道地域と北側のサマーズデールも含んでいる。さらに北方には別個の保存地域がグレーリングウェルホスピタル周辺にある。最近ではチチェスター保存地域は南方に拡張され新たに復元されたチチェスター運河の船だまりや運河の一部が含まれるようになっている。保全地域は歴史的な発展の経緯や建造物のタイプ、機能、 活動などによって8つの特色に分けられている。2001年の国勢調査の時点では、チチェスター市の人口は23,731人、チチェスターディストリクトの人口は106,445人であった。人口の年齢階層別構成比を見ると、40歳、代以下が英国の平均より低く、50歳代以降で平均より高くなっている。これは、 当地の温暖な気候などを求めて退職後にた地域から移り住んでくる人々が多いためである。チチェスターは過去の歴史を生かした観光産業が盛んである。国際的な学術専門出版社ワイリーは英国法人の主たる拠点をチチェスターに置いている。11世紀に創建された大聖堂は三一体に捧げられ、チチェスターの聖リチャードを祀っている。 現在の姿の原型は12世紀末に形作られたものとされている。戦闘は地元から産出した軟弱な石を積んだものであったために1861年に突然崩壊し、その後再建されたものである。南側の側廊の床の一部はガラスになっており、床下に残されたローマ期の遺跡のモザイク床が見えるようになっている。 13世紀に建てられた城は大聖堂の建物から数メートル離れて独立しており、英国では珍しい形である。大聖堂内には中世の騎士とその妻の墓があり、フィリップ・ラーキンのアランデルの墓のモチーフになったとされている。同様に、統治選出の国会議員で最初の鉄道歴史者でもあったウィリアム・ハスキソンの成功な像も安置されている。 教会音楽やマドリガル作品の作曲などで知られるトマス・ウィールクスは17世紀初めに大聖堂のオルガン奏者兼合唱指導者を長く務めており堂内には検証する碑文があるまた組曲惑星などで知られるグスターブ・ホルストは堂内に埋葬されているレナード・バーンスタインの合唱曲チチェスター詩編は大聖堂の移植作品である大聖堂以外にも 五条の英国教会とカトリックの聖リチャード教会、さらに他の宗派の教会旧道がある。チチェスタークロスロー巻の円形劇場の遺跡は現在は公園になっている場所の地下に埋められているが、円形劇場の傾斜面ははっきり認識できるようになっており、公園に設置された解説版には詳しい情報が記されている。ノースストリートにあるバターマーケットは ジョン・ナッシュの設計によって1808年に食料品市場として開業したものである。1900年には上階が増築され、当初は美術学校がそこに入った。バターマーケットには現在も様々な小規模事業者が入居しているが、チチェスター市当局は近くこの建物の全面的な改装を予定しており、一部の小売業者の将来は、 はっきりしていないイーストストリートにあるコーンエクスチェンジは英国でも最も初期の穀物取引所の一つとして1833年に建てられた小取引における重要性を誇示するかのような重厚な佇まいの建物である1883年には演劇や娯楽にも用いられるようになりその後は映画館やレストランとして使われた後 マクドナルドの店舗が入っていた。現在は、衣類小売りのネクストの店舗が入っている。チチェスタークロスは、かつての市場の場所であり、東西南北の街路が集まる、市街地の中央に立っている。鉄道運賃交換所による1914年の地図、廃止されたミッドハーストとセルシー方面への路線に、中一チェスターは、主要道路のハブとなっているが、最も重要なのは、 イーストボーンとサウサンプトンを結ぶ沿岸部の幹線 A27 である。これに順じて A259 はケント州フォークストンから当地に至り、西はハブントまでやはり沿岸部をつないでいる。この東西連絡道路に対して北方へ伸びる道路が3本ある。A29 はロンドンから来るルートで市街地の東で A27 に合流する。 A285 は、ペットワースや A272 に連絡し、A286 は、ギルフォードに向かう道である。イングランド南東部で長距離バスの運行をしている、ステージコーチサウスイースト社の本社は、チチェスターにある。チチェスター駅は、ウェストコーストウェイ線の駅で、ブライトン、ロンドンビクトリア駅、ボーツマス、サウサンプトン。 ベイジングストーク行きの列車が定期的に運行されている。かつては北方のミッドハースとまで行く視線があった。また、かつては南方のセルシーまでスティーブンスが付設した軽便鉄道であるウェストサセックス鉄道が通じていたが1935年に廃止となった。チチェスター周辺には長距離のハイキングやサイクリング。 乗馬のためのルートがいくつか設定されている。そのうち、イーストサセックス州のウェストディンに至る、センチュリオンウェイザ・センチュリオンウェイなどは、チチェスターが起点となっている。チチェスターには、中等教育の学校は、チチェスター男子高校、チチェスター女子高校、ビショップ・ルファ校の3校がある。初等教育では、 幼稚園に相当する幼児学校が2校、英国教会中央小学校、さらに初等教育の全学年を収容する小学校が4校ある。フォードウォーターとセントアンソニーにはそれぞれ養護学校がある。また、カトリックの学校としてはセントリチャーズ校がある。私立小学校は3校がある。高等教育機関としては、まず、 チチェスターの高校が連合して運営しているウェストサセックス州最大のシックススフォームがあり男子高校と女子高校の施設を活用して様々な A レベルや職業系科目を提供しているかつてチチェスター学芸科学技術カレッジと称していたチチェスターカレッジは主に職業資格に結びつく分野について基礎レベルと学位相当レベルの科目を提供している 近年では施設の更新が進み提供科目も豊富になっている。チチェスターカレッジは英語を母語としないものを対象とした英語研修のプログラムも積極的に展開しており短期の英語研修生を各国から受け入れている。東京経済大学や長崎短期大学など多数の日本の大学が継続的に英語研修プログラムに学生を送っている。 チチェスター大学は2005年に資格、カリキュラム機構から学位重要機関としての資格を与えられた。チチェスターカレッジが一貫して職業教育に焦点を当てているのに対し、チチェスター大学はよりアカデミックな方向性を持っており芸術などに焦点が置かれている。チチェスターでは毎年7月に3週間に及ぶ芸術、音楽祭、 チチスターフェスティバルが開催されている最も重要な文化施設は英国有数の劇場の一つであるチチスターフェスティバル劇場であり夏にはロンドンの演劇界から俳優、作家、演出家らが多数当治へやってくる2007年にグルベン・キアン・プライズを受賞したパラント・ハウス・ギャラリーは主に現代英国美術を収集し2006年には コリン・セント・ジョン・ウィルソン卿の収集品を展示する新刊を公開した。常設展のほか、企画展も行われている。ニューパークのチチェスター・シネマは、当地では唯一の芸術映画館で、主流派の映画作品のほか、低予算映画や旧作などを選んで、毎日上映している。この組織の副社長には、マギー・スミスやケネス・ブラナーが名を連ねている。 1990年代の一時期には、ブライトンやマンチェスターなど、他の都市と同じように、ゴスやパンクといったオルタナティブなサブカルチャーが展開を見せ、そうした芸術家や音楽家がよく見受けられた。チチェスターの音楽シーンは、近年多様化が著しい。1881年創設のチチェスター交響楽団は、この地域における、 クラシック音楽の伝統の維持に重要な役割を果たしている。この楽団にはプロもアマチュアも参加しており、何よりも合奏の楽しみを求めて毎週1回の練習が行われている。コンサートは毎年3回あり、夏のコンサートはチチェスターフェスティバルの一部として、秋のコンサートはチチェスター大聖堂の昼休み演奏会シリーズの一部として行われている。 チチェスターの音楽シーンで重要な位置を占めているのは、例年7月に4日間の日程で、プライオリ公演の13世紀のギルドホールの側に、テントを張って開催される、チチェスターラジフというイベントである。このイベントは、1981年に、チチェスターホッケークラブの面々が、資金集めのために始めたものだったが、その後、規模も目的も大きく成長した。当初は、 トラディショナルジャズに重点が置かれ、ケニー・ボール、ハンフリー・リテルトン、ケニー・ベイカーらの演奏がフィーチャーされた。その後、1990年代には、ブルースや、リズムブルースが加わり、さらに観客の収容人数が2500人にまで、増えて、ジェームス・ブラウン、ステータス・クオー、ブロンディ、ボニー・ M、ロバート・クレイ、ホット・チョコレート、ハワード・ジョーンズ、ゴー・ウェスト、 プリテンダーズ、ドリフターズ、シンプルマインズなど、様々なミュージシャンが登場するようになった。周辺住民に配慮して、すべてのコンサートは午後11時までに終了することになっている。ブルーズ・オン・ザ・ファームは、例年6月に、市街地から南に2マイルのパンプ・ボトム・ファームで、開催されるフェスティバルである。1991年から始まり、 英国内外から有名ミュージシャンが参加し、美しく、友好的な雰囲気の中で繰り広げられる、英国最大の屋外ブルースイベントになっている。ルーツアラウンフザワールドは、チチェスター及び、周辺の村のホールなどを使って、世界中の様々な音楽を紹介するフェスティバルである。チチェスターには、サセスクプレミアリーグで5回優勝した、クリケットチーム。 チチェスター・プライリー・パーク・ CC、ラグビーチーム、チチェスター・ RFC、サセックス・カウンティ・リーグに所属する、サッカーチーム、チチェスター・シティ・ユナイテッド・ FC がある。フラッグフットボールの英国シニアリーグに所属する、チチェスター・シャークス・フラッグ、アメリカンフットボール・クラブは、2003年と2007年に、全国優勝を遂げている。この他、ホッケーやサイクリングのクラブがある。また、 市の公共施設として、水泳用のプールや、流水路、スポーツホール、フィットネスルームを備えた、レジャーセンターがあり、水泳クラブ、チチェスター・コルメランツスイミングクラブの拠点となっている。公式観光。ありがとうございます。